イエーイ。ついに来ました、4号機のジャグラー、5号ジャグラー V。 ネジネジっていうか、第3ボタンネジネジするの嫌いなんですけど、俺はね。でも4号機はなんかちょっと話すの遅くなっちゃう。なっちゃいます。うん、なんか溜めちゃう。やっぱそんだけちょっと期待してるんだろうな、この55ランプがつくの。楽しい。楽しそうです。楽しい。もう大好き、青春なんですよ。本当に、あの、社員の時で、これ、出た時には、あの、お金がなくて、本当に苦労していた時代。うん、毎日、100均で、パスタ買ったり、100均、あの、ご飯買ったりとか、ご飯買ったり、100均で、あの、生活してたような時代。で、本当に、生活が厳しくなったら、もう、こいつで、助けてもらってた。青春ですね。青春、本当に。20いくつだこれ、いつ出たんだ、わかんない。22、23じゃねえかな、確か。22、23の時。うん。22、23。まあお金がないってその何、働いて普通に、やっぱりパチンコ屋さんが普通に働いてたら、まあ別にいいお給料もらうんですけど、あのやっぱ遊ぶんで。遊んでお金がなくなるってことですよね。そう、普通にそう生きてて、お金がなくなるってことはまずないはず。もう遊びすぎた。遊びすぎた。遊びすぎてお金なくなった時助けてくれるっていう、どうしようもないやつです、だから。どうしようもない話。23の。うん。どうしようもない話してる、ただ。なんか違うとこも狙ってみようかな。バー狙いとか。バー狙い、ここか。うい、これいいね。これやったら、ピエロがここに来たら、ピエロバサミ。あ、ピエロバサミあるよ。あるんですか？あるある。ピエロバサミはリーチ目。これ。おぉ。せっかくだから、いろんなとこで打ってあげよう。とりあえず最初はじゃあ7。今7上段狙って、次がなかなかボーナスから止まらない。今バー狙ったんだけど、で今7下段に狙ったんだけど、7止まんねえな。7下段、あ、いい目なんだけどね。だからただの2枚チェリーなのよこれ。止まんねえな。下段に7、ああ枠内バー、上段7、枠内バー、下段7。はい、オールマイティーって呼んでるんだけど、オールマイティー、オールマイティー、全部のボーナス柄を一個一個順に押していくの。今7押したんだけど、ここにもう一回押すね。7、滑っちゃうな、滑っちゃうな。7、なんで滑るんだこんなに。7、危ねえ。7、次がバー。あ、バー滑っちゃった。なんだろう。みんな言ってしまいます。言っちゃう、みんな言っちゃう。みんな言うこと聞かない。みんな言うこと聞かない。で、次、上段、上段7。うん。おっ、いいこと。やった。オールマイティ、7バー、7バー、7バーってやっていくと光りやすいですよって言おうとしたら光った。光りましたね。はい。本当に。これで4回目。4回目です。ビッグがいいよ。バー、じゃあバーからいきましょう。あ、てか逆押しどうなんだろう。逆押し、ここの上段にバー狙います。こ
ここまで滑ってきちゃったバー狙ってここまで滑ってきたってことはバケです。お、やった。お、やったぜ。滑ってったやった。ということはなんでここにバー狙って、俺バー狙っ、バーを狙いました。ここまで滑るんだ。バー上段にバー、バケじゃん。何なんだよ。何なんだよ。あ、びっくりだった。やった、変換だもう。よし、これで、400枚狙います。はい、行ってきます。行ってらっしゃ い。上段はなんだっけ。あ、これか。はい、てて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 て
これみんなもうスターだ、みんなスターだ、みんなスター、みんなスター、オールスター。いやー最後苦戦だなこれ。ハマってますね。ハマってるな。レモン生はダメです。いいじゃん1回ぐらい。ダメです。いいじゃん別に。もうダメですよ、妥協は良くないです。そんな短い付き合いじゃないんだから。短い付き合いじゃないんだから、ガキじゃないんだから。そうなんですか。大丈夫だよ、生でも。生でも許してくれますかね。許してよ。私ですか。うん、私が許すんですか。許してよ生で。私長い付き合いじゃないです。長い付き合いじゃん。長い付き合いじゃないですよ。3ヶ月ぐらいじゃないですか。3ヶ月そんなことないでしょ。長いよ。電球切れたんじゃないですか。ん？電球切れたんじゃないですか。電球切れたらボーナス絵柄が揃う。あ、揃ってる。え？え？切れてない。びっくりした、切れちゃったわと思ったよ。切れてない。今のやばくないですか。今のすごいタイミングだったな。今のすごい。よし、最後、最後です。最後はビッグがいいな。ビッグでいこう。頼む。いいね。いやー、いい。最後ビッグ。よし。これも400枚狙っていきます。子役が取れない。よし、トゥクトゥクトゥクトゥトゥク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 トゥ。あら、外れが多いとパンクしちゃうんだよねこれ。またドク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 。ね、やばい、大丈夫か。あ、やばい、これまずいな。まずいですか。まずい。あ、まずい、大丈夫か。あと3回。12ゲームしかないんですよ、ジャックゲームって。これミスるなよ。よっしゃ、終わった。ハズレが引いちゃうと多く、そうするとパンクしちゃうんですよ、ジャックゲームも。てかハズレ多いな、これもゲーム。これ、あ、OK。 ブドウいっぱい取れないと。ブドウ、ブドウ、デケデケデケデデケ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 デデケ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 デデケデケデケ。まあこの時代のジャグラーはみんなあのリプレイ外しなんかしないで普通に楽しく打ってましたよ。それだけでも360枚ぐらい取れちゃったりするんで、あと40枚をリプレイ外しして取るか、それとも楽しくストレス、そう、気にせず360枚狙っていくか。俺は狙っていくけどね。400枚狙って、一番最初のビッグ400枚狙って300枚しか取れなかったからね。取れなかった。そう、だから普通に振り打ちした360枚取れたものを60枚損したわけですよ。あ、そういうこともあるんですか。あるんです。取りに行ったら、取りに行ったらパンク、そう、パンクした。一番ダサいパターン。中断ってなんだろう、何で外れるんだろうな。これで外れるのかな。忘れた。おお、勉強になる。勉強に。勉強になる。よし、もう残り4なんで1枚掛けで消化していきます。よし。でけ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 。ちょっと外れが多かったからな、リプレイアウト。360枚、70枚ぐらいか。はい、はい、1ゲームだけやろうかな。
チェリーボーイ。ということで、4号機のジャグラー、5号ジャグラー V 編でした。また、4号機どんどんやっていきますんで、お楽しみに。お楽しみに。懐かしかったですね。また会いましょう。楽しかったですね。バイバーイ。バイバーイ。最後まで見てくださってありがとうございます。これからも頑張りますので応援よろしくお願いします。